今月始まった大型の観光キャンペーン、福岡大分デスティネーションキャンペーンのオープニングセレモニーが福岡市の JR 博多駅で行われました。今日昼前に始まったキャンペーンのオープニングセレモニーには、キャンペーンを主催する福岡県や大分県、JR 九州の関係者らが出席しました。短い時間でございますが、楽しんでいきたいと思います。キャンペーンタレントを務める博多大吉さんは、福岡県の服部知事らとのトークセッションで、大分は世界に誇る温泉の街、福岡も世界に誇るグルメタウンだと思うと両県の魅力を語っていました。福岡大分デスティネーションキャンペーンは JR グループが中心となって取り組む観光キャンペーンです。今月26日からは九大線経由で博多と別府を結ぶ新観光列車カンパチ16が運行予定です。